天野です。今日2023年の3月17日に撮影しています。今宇治市全域に8万世帯に対してチラシ配りを行ってます。このチラシ配りするお金はちょっと高額になるので全部手作業で8万世帯に配る予定をしています。でその進捗状況をお伝えします。8万世帯あるんですけど1割は空き家、8万の 8000世帯は空き家なんで7万世帯と考えて残り2万世帯を7万世帯のうち2万世帯はまあチラシを断りとかマンションがあってチラシを配れない場所配らないでくださいって書いてある場所があると踏んで5万世帯としています。なんで5万件にチラシを配る作業を行っています。で今下にも段ボールがあるんですけど今でだいたい1万5000ぐらいまだ残っていますが3万5000までは配り終えました。そうですね、3万5000世帯配り終えました。その図がこんな形です。黄色で塗られてますけど大久保地域なんて言ったんやろ自衛隊より南側終わりました。近鉄沿線の西側大久保の東側広野町だったり立命館宇治高校の近くもしくは新名琵琶台この辺りまだです。伊勢田の開きもまだです。で伊勢田地域もまだ始まっていません。ここが終わってないです。で宇治市役所の裏側ですね。ただ終わってるところの方がだいぶ増えてきました。西小倉、小倉、牧島全土終わりました。で宇治が宇治の中宇治も終わりました。で三室宇治橋越えた東の宇治の、歴史公園のある場所だったり天ヶ瀬ダムある地域まで終わりました。で三室戸地域全部終わりました。明星町も終わりました。で大爆地域も今ほぼ終わってきました。大爆地域残りちょっとと小畑に今から入っていきます。なので進捗状況としてはもう6割ぐらいは超えてます。7割手前ぐらいまでいってるはずです。であと1万5000世帯を六時と小畑宇治の中心地新名あたり琵琶台このあたりと残ってる広野町、開き、伊勢田開き、あと伊勢田で、折井台が少し残ってます。あとは住山、静川、笠取、白川この山間部になります。はい、こんなところです。はい、で連絡も少しずついただいてます。まだでも少ないのは少ないですけど連絡いただいてます。ここからは次の動画でお話します。今の宇治市の進捗状況は6割超えて7割ぐらい迫ってきました。はい、何の活動するより一番最初に吉国光信を知ってもらおうと思うと家にチラシを入れるということを目的にしています。そこから次の活動できる時間と体力余力金銭も置いておきたいと思います。はい、今日の動画とこ以上です。